空、誰か呼んだ。空、起きてよ。いや、よく寝た。俺たち眠ってたの？この感じそうとしか思えないが。いつ眠ったんだろう。アンセムを倒したよな。うん。世界は平和になって、カイリと会って、そう、どこかへ行ってしまったリクを探しに旅に出たんだ。それあれ、地味に記録は一言しか書いていないな。ナミネにお礼を言う。ナミネって誰だい？まあとにかく外へ出てみよう。俺、この町を知ってる気がするな。どこ？やっぱり気のせいか。なんだよお前ら。いや、ここ何かなと思ってさ。何って、ここは俺たちの場所だ。何、初めて会うよね。僕はピンツ。ハイネだ、よろしく。悪いけど俺たち忙しいんで。これで。私はオレットよ。ねえ、夏休みの宿題やった？自由研究って本当に大変よね。宿題？ねえ、君たちは？僕らはソラ、ドナルド、グーフィーだよ。よろしくな。ソラ、ドナルド、グーフィー、さっきあなたたちを探してる人に会ったの。急いでるみたいだったよ。黒いコートを着て顔を隠してるんだけど、なんかね、耳がとっても大きくて丸いんだ。おう、そばだ。どこにいたの？駅にいたよ。駅だね、ありがとう。それじゃあ私たちは宿題宿題。またね。おう、そば、僕たちを探してる。うん、駅へ行ってみよう。
お前ら、どこから来た？俺たちに文句でも言いに来たのか？文句って、そんなのないよ。でも、一人だぞ。生意気なやつだぜ。この町の礼儀作法を教えてやる。来い。なんか腹立つやつだな。うん。ちょっと待った。どうせやるならストラグルバトルで戦うのはどうだ？なんだ？私はね、サイファ、君のファンなんだ。なんだよ。要するに君の試合がもっと見たいということだ。トーナメント優勝は見事だった。タイトルマッチも完璧な勝利だった。しかし私は満足できない。なぜなら試合が短すぎたからだ。君、名前は？ソラだよ。ソラ君、やる気になったら私にこっそり教えてくれ。Thank you.
王様。しっ、早く列車に乗って町を出るんだ。行き先は列車が知っている。これを。王様。王様、本当に王様？多分。いや、絶対王様。大丈夫だったんだ。王様は闇の世界に残ったんだよな。うん。でも今あっただろ。うん。王様がいるってことは陸もいるってことだ。ああ、きっとね。俺このまま陸を探すよ。一緒に島へ帰るんだ。帰りが待ってる島へさ。ドナルドたちはどうする？もう、そんなことを聞くかな。やっぱおかしいんだよ。変な顔。じゃあ行こう。また三人で旅の続きだ。ねえ、どこだっけ？列車に乗るんでしょ。そうそう。行こう。あのさ、ソラ。何？何でもないんだけど。見送りに来たんだ。そうしなくちゃならない気がしてさ。そうか。ありがとう。急いで切符買った方がいいよ。うん。あれ？どうしたの？同じだね。うん。切符3枚お願いします。もうここへは来られない気がする。どうした？気のせいだよ。うん、そうだな。よし、行くか。じゃあな。なあソラ、俺たち本当に初対面だよな。うん。でもどうして？なんとなく。びっくり。しっかりしろよ。うん、じゃあな。
なんかさ、切ない。またお湯、ハイネたちに会いに来よう。行っちまったな。行こう。行く場所なんてねえんだろ。もちろん帰る場所もねえ。存在しねえんだよ。行くべき場所はないかもしれない。でもね、行きたい場所はあるの。会いたい人はいるの。俺もさ。そういうわけで見逃してくれねえかな。俺たちを始末しろって言われてるんだろ。ディズが私を行くんだ。用済みじゃねえの。二人には借りがある。借り？忘却の城で俺たち二人とも。じゃあお言葉に甘えて。Let's go.